通称、ウェイサイドで親しまれる住宅。オルコットやホーソーンがここで過ごしたコンコードは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ミドルセックス郡に位置する町である。2000年現在の総人口は16,993人。1635年に最初の入植が行われ、同年に町として発足した。アメリカ独立戦争の口火を切った。 歴史ントンコンコードの戦いで有名。またコンコードは、豊かな文学の伝統で知られる。ヘンリー・デービッド・ソローは、町の南高に位置する、ウォールデン池のほとりで2年2ヶ月を過ごし、その経験を代表作、ウォールデン森の生活に描いた。この他コンコードゆかりの人物として、超越主義を唱えたラルフ・ウォルド・エマソンや、若草物語を書いたルイーザ・メイ・オールコット、 代表作、ひも字で知られる短編作家、ナサニエル・ホーソーンらがいる。コンコードの著名人の多くは、スリーピー・ホロー共同墓地に埋葬されている。アメリカ合衆国統計局によると、この町は総面積67.1平方キロメートルである。このうち64.5平方キロメートルが陸地で2.5平方キロメートルが水地域である。 総面積の3.75%が水地域となっている。歴史の節に記載のあるヘンリー・デイビッド・ソロー、ラルフ・ウォルド・エマソン、ルイーザ・メイオールコット、ナサニエル・ホー・ソーンらは文学視野によってコンコード派と呼ばれている。2000年現在の国勢調査で、この町は人口16,993人、5,948世帯、 および4437家族が暮らしている。人口密度は263.3平方キロメートルである。95.3平方キロメートルの平均的な密度に6153件に住宅が建っている。この町の人種的な構成は白人91.64%、アフリカンアメリカンセント、先住民セント。 アジア2.90%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種2.12%、および、根ー0.99%である。ここの人口の2.80%はヒスパニック、または、ラテン系である。この町内の住民は25.1%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が4.2%、25歳。 以上44歳以下が25.8%、45歳以上64歳以下が28.4%、及び65歳以上が16.5%に、渡っている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は100.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.8人で、ある。 この町の世帯ごとの平均的な収入は95,897ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は115,839ベイドルである。男性は82,374ベイドルに、対して女性は47,739ベイドルの平均的な収入がある。この町の一人あたりの収入は51,477ベイドルである。 人口の3.9%及び家族の2.1%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の3.7%及び65歳以上の3.3%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。